おはようございます。2月9日金曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。昨日もね、まあ割と出れてるような感じがしますね。はい、今のところ半分ぐらいは埋まっております。はい、ということで、じゃあ見ていきましょう。はい、今日も大きなレンチョ、もうパッと見レンチョはね、かなりありそうですけどね。絶好調ですね、今。こちらがもう8分目まで並んでおります。はい、カニコーナーですが、今日はないですね。これ一つポツンとあるだけ。やっぱ取れないみたいですね。どこ行ったんでしょうかね。なかなか渡りガニは厳しいです。活魚コーナーですが、はい、活魚はそうですね、結構出荷予定になってますね。はい、今日も多分ヒラメが多いんじゃないですかね。はい、やっぱりヒラメですね。ヒラメ。すごいね、この 2,3 日ヒラメが結構コンスタントに上がっております。はい、こちらトラちゃんがでっかいね、ふとすごいね。3キロは軽くありますよ。あれを超えてますね、やっぱ。もっとね、暖かくなって春先とかにも大きな上がってくるんですけど、その頃とはやっぱ違いますよね。まだよう超えてます。すごい。そうですね、こいつは、どうでしょう。ちょっとちゃんと触ってないけど分からないんですけど、白子っぽいですけどね。男の子かな、どうでしょう、分かりません。はい、こちらにはスズキが、スズキもね、今コンスタントに取れてます。これよう超えてますね。水が冷え、しっかりね、個体にもよりますけど、超えてるやつであればもちろんいいですよね。はい、その他は、タイはない。余裕少なくなったね、タイはね。おお、何枚？2枚。やっぱ誰も取れんだよね。取らんだよね。取らんのか。いや、普段取る漁師さんも深いとこやってみるけどダメっつって言うかね。はい、タイは少ないですね。これいいですけどね。まあいい値段するでしょう。はい、ということでまた後に行きましょう。はい、競り場ですが、今のとここんな感じですね。5分目、6分目って言ったとこですかね。まあ出荷はね、続いてますんで、もっと増えてくると思います。はい、どうでしょうか。はい、いいラボですね。これは
小ぶりの方のイイダコですね。イイダコもねサイズがありますんでね、まあ、ちょっぽいやつはね売りやすいんですけど、やっぱね一箱なんぼで競った時に目方がないんですよね、小さいやつっていうのはね。料理屋はこの小さい方が使いやすいみたいなんですけど、単価に直すとやっぱ高いですよね。軽いんでね。はい、白ミル貝ですが、まあ、大体同じぐらいの量ですね、毎日。おはようございます。昨日ありがとう。はい、はい、こちらにはヤズが少し並んでますね。はい、まあさすがに地物のヤズもねいい値段はずっとしてたんですけど、あの各地でブリがね結構上がってるんで、さすがに値段は少し下がってますかね。はい、こっちも結構上がってますよね。ありがとうございます。はい、送りの2ですが、まあ2自体はねまあまあかなって感じ。ただ今日は入選がなかったのかな。はい、まあ、ちょっと少なめって感じですかね。はい、下関便ですが、おお大きなタラ、マダラですね。でかいねこれ。白子でしょうか、どうでしょう。ということでこの大きなタラ1個もらってみましょう。はい、どっちが出てくるかな。今日はね久しぶりにまた赤エビが入ってますね。仙崎も萩もねポッチンポッチン上がってますね、横はね。はい、まあ荷物自体は少なめですね。ヤギかこれは無理ですか。はい、まあ空箱はね山はまあ、ぼちぼち減ってはいるんですが、どうでしょうか。今日もスズキが結構並んでますね。はい、こちら間にもねこうやって渡りが出てるんですけどね、型が揃わなかったり数が少ない時にはカニコーナーじゃなしにこうやって間でセル漁師さんもおられます。遅いですね、でかいねこいつ。よう超えてますね。ブリブリでかっ。メバルちゃん
まあまあの方ですね、こいつは。この箱はかなりいい値段がするんじゃないでしょうか。まあこうやってね、型が揃うとやっぱ値段がつきますよね。少し小さくなるとやっぱり一気に安くなってしまうんですけど、ちなみにもしこれがね1万円だとすると、もうこの次になるともう5000円以下になってしまいますよね。まあ5000円すればまだいい方でしょうけどね、もっとそれ以下かもしれないですね。そのぐらい値段の差がありますね。赤ナマコもね、かなり数は少なくなってきましたけど、まあまだぼちぼちと出てきますね。まあ、相場は以前よりはちょっと高めかな、少しね、まあ、少ないと値段高くなりますよね。はい、タコですが、タコ本当に少ないですね。今どこ行ったんでしょうかね。なかなかタコの姿が見られないですね。高いよ。しめだ、いいタコがありますね。今日はここぐらいかな。これは結構いい方ですね。あーでも昨日もねほとんどなかったし、すんごい値段しそうな気がします。でも足も出ないかな多分。どうでしょうか。はい、ヤカガレー、こっちはいい方ですね。なかなかいい感じ。はい、小さめのネマグラ、このフグもありますね。なかなか買えないですもんね、これは。結構高いし。はい、大きなタコがありますね。これすごいね。昨日いっぱい大きなのがあったんですけど、ものすごい値段してますもんね。はい、この間にもトラちゃんがありますね。1キロぐらいかな、これ。あ、これもよう超えてますね。いいね。まあ、値段次第で狙ってみたいと思います。どうでしょう。はい、まだ薄いですね、身がね。はい、活魚戻ってきましたが、天台とヒラメ。あ、これいいですね、これ綺麗なね。とりあえずね、今日の分はあるんですけど、明日の分をね、まあどれか狙っておきたいですね。まあヒラメはまあまあありますんでね。こちらにもタイが、あ、これいいですね。3キロ台。これ良さそう。はい、その他に名簿とかね、マジラもね、一応明日注文が入ってるんで、できたら買っときたいんですけど、
貝が何枚か出てきてますね。今日は大丈夫点ではありそうですね。こちらにもタイとヒラメが、わあこのヒラメでかいね。うわでかあ、俺はでかいわ。メバルの勝手はい、こちらも、もうこちらヒラメオンパレードですねはい、まあほぼほぼタイとヒラメですね。わあ、ここまたよけ出てきてるヒラメがすごいな。はい、どうでしょうか。はい、競り始まります。はい、まあ、とりあえず今日もまず刺身門から頑張ってみましょう。どうでしょうかね。ダウンが4番、横ダウンが4人の4線、横線ダウンが3番、横ダウンが3、4、7、10番、4ダウンが5、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 
微妙だね、これ。戻っとこうか。1個だよ。1番、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 1
次ですが、そうですね、3キロ台の台が2枚、いいですよ、元気がいいし、あとは中ぐらいのヒラメ1枚、これをね、また一晩生かして明日土曜日に潰していきます。はい、ゲットできました。 OK、 はい、ハギビンです。あ、積んだ、ありがとう。おー、でかい甘鯛、大きいね、 1.5 キロぐらい横は。あー、またこれ生き締めでしょう。すごいよね、ハギ、ビリビリのまんま来るもんね。はい、今日はうちもね1本入ってます。よし、綺麗な糸寄り、綺麗だね。これもね、今これ丸々して美味しそうなんですけどね、なんかね、あんまり売れないですよね、糸よりってね。これでもすごい丸いんですけどね、まあ綺麗なし、ちょっと飾っときますか。
ターボガキでかいねこれ。立派な鳥以外が顔出してます。ペロン。雪の明日珍しい。これでかいね。うん、いいんじゃない。面白い。一緒がどれでもいいか。4号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 3番3号は終えよ。いいかいいか。じわじわと荷物も集まってきました。はい、タラと横浜マグロ、これ生き物なんですよ、生き締めのね。面白いでしょ生き物って。はい、カザイ、メダカガレ、アシアカ、はい、いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあね、競りも終わりましたんで戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げですけど、今日もね結構ありましたね。昨日とほぼ同じぐらいまであったかな。7分目8分目って言ったとこでしょうけど、うん、相場の方はね、昨日よりはちょっと落ち着いたかな、金曜日なのにね。まあ、水木金とまあまあの水揚げがありましたんでね、続きましたんで、まあ相場もかなり落ち着いたかなっていうのも、うん、感じましたね。はい、っていうことなんですけど、まあ私もね、週末に向けて、揃えることができましたんで、これで今日もバッチリ作っていけると思います。はい、ということで、さあ3連休前ですね。はい、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞやるぞ、矢野くんやるぞ。よっしゃ、で。はい、それではね、戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げですけど、今日もまあまあありましたね。結構多かったと思います。まあただ同じもんが多いっていうのがね、まあパッと見、まあいつもの感じって言えばいつもの感じなんですけどね。まあ相場もね、かなり、昨日よりもまたさらにね落ち着いたような感じでしたね。うん、まあっていうのもね、なかなかやっぱどこもね売れないんでしょうね。巻き寿司では終わった影響がまだあるんでしょうかね。それともまあこれからね3連休がありますんで、そちらの方のために、ちょっと買い控えっていうところは あるとも思います。どうでしょう。はい、わかりませんけど、まあとりあえずはね、今日もねしっかり買いましたんで、はい、バッチリね作っていきたいと思います。はい、金曜日です。皆さん今日も一日しっかり頑張っていきましょう。
はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あー増えるといいな。どうでしょう。はい、お店到着です。はい、今日も天気は良さそうですね。今日も出れるんじゃないかな、結構。はい、どうでしょうか。じゃあ今日もね、しっかり作っていきたいと思います。よいしょ。はい、おはようございます。はい、食べやった。そう、マーラーカオ、マーラーカオ、ね、昨日食べようかと思ったけど食べれんやった。うん、どうぞ食べな。芋天あるじゃん。もう食べた。いや、味見してみんとね、わからんもんね。チェック済み。はい、おはようございます。はい、今日もぼちぼちやりましょう。ないよ魚。何これ、無事でかいね。これ 2.8 キロあります。 2.8 キロ、はい、シマアジ。お、見てください、これ。おお、すげえ。ライヤー出ます。あ、でもおかめさん大きいの好きだけ。そうそうそう、喜んでるけどね、うん、でっか。ワインがある、普段。ああ、タイが小さく見える。すごいね、タイよりでかいもんね。200多いね。いいシマアジ、はい、作っていきましょう。もうやりよる。こっち来なさい、こっち。なくなるよ。何やってるの？って小川ちゃんなら絶対言うけどな。うん、俺を共犯者にしようと思うて。まあ食べてみんな分からんしな。食べな。言うてや。食べな。食べるよ。うん、美味しい。いいよ、そうだよ。いろんなもん食べれます。すっごい息がいいね。目がかかるね。皮取ってます。すっごいね、息がいいからね。できました。コンプリート英語。はい、綺麗な糸より。すごい綺麗。あんた綺麗ね。針がついてる釣りなんだね。よし、お腹開けよう。鱗取ってお腹開けます。始めましょう。鱗取ったからね。この、 TUT さんでしたっけ、リリカリリーさん、魚の解体で具体的に何のお魚がいいのか教えてくださいとのことです。こんな小さい魚さ、おろさんしさ、お腹開けだけでもいいんかな。だったらなんぼでもいいんやけど。Yeah.
ぱり危ない。内臓もこんぐらい、ちょっとしかないね。エラと胃袋かな、これ胃袋とちょっとしかない、こんな感じ。出します。鬼つけ美味しいよ。これだね、リリカリリさん、この TUT さん、これ買いたいならない？もしリクエストあったら、何のお魚っていう風に入れてもらった方が助かりますので、お願いします。完成です。コンプリート。11キロのヒラメ、もう頭なしでこの大きさです。俺隠れるんじゃないか。何しかないよ、大きさ。めっちゃでかい。これ大きく油がしっかり入っちゃう。ああ、よう超えてるもんね。この厚み。ね。すごいです。でもやっぱこれが一番すげえ。これはすげえ。でかい。すごい、こんな厚みだからね。こんな、おひょうみたい。おひょう。なんかさっき社長がヒラメ持って遊びようのみたいな。私もやろう。あ、見て。布団みたいになったよ。ヒラメ布団。ねえ、ヒラメ布団。
たらちっちゃいけどさ、これさ、すげえでかいな、多分。顔で顔が隠れるよね。白髪が出だしてね、年取ったやろね、悲しい、しょうがないね。楽しみに。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。